バスケは酸素、どうもバンバです。号外です。以前からトレードの噂が立っているヒューストンロケッツのジェームズ・ハーデンがチームに、フィラデルフィア・セブンティシクサーズもしくはその他の優勝候補のチームにトレードされることにオープンな姿勢を伝えました。ついに進んできましたね、ハーデンのトレード案。ロケッツのトレーニングキャンプは彼抜きですでに始まっており、チームのリーダーとして最近は問題行動を繰り返し、ファンからも批判され始めているハーデンですが、そのあからさまな態度の裏には彼の恐ろしいほどの陰謀が隠されているのかもしれません。ハーデンの実の母親までも事態に絡んできたカオスな状況はこれから果たしてどのように解決していくのか、シクサーズやその他のチームのトレード案にも触れながら今日はその全貌を解説していこうと思います。ちなみにこの速報動画結構大変で、俺とロイがね、海洋圏20倍やってやっとなせる技なんですよね。なので全然日本人選手じゃなくても速報動画見たいよって方はいいねとチャンネル登録で応援してください。よろしくお願いします。ではヒューストンロケッツはオフシーズン、ハーデンに NBA 史上歴代最高額となる1年5000万ドルのマックス契約での延長オファーをしますが、ハーデンはこれを断っており、ヒューストンから出たい、トレードしてくれという彼の意思は明確でした。トレード先候補として彼が挙げたフィラデルフィア・セブンティシクサーズの GM ダリル・モーリーは2007年から2020年13シーズンもの間ロケッツの GM を務めてきました。その間に77回という凄まじい数のトレードを、もちろんハーデンを獲得するためのトレードも過去には行ったモーリー。シクサーズに来てからは早速シューターを喉から手が出るほど欲していたチーム状況を把握し、 NBA トップシューターの一人であるセスカリーを獲得、さらに巨額の契約で彼らを苦しめていたアルホーフォードをトレードし、優秀な 3&D プレイヤーであるダニー・グリーンを獲得するなど、早くもその敏腕プリが称賛されています。報道では彼にはハーデンとのトレードを行う気がないとされていますが、トレード前にこう言っておくのはむしろ当然であり、シモンズかエンビードをトレードしても OK なんて思ってても言うはずもないんです。トレードはビジネス交渉なので、足元を見られないように相手から多くを引き出さなければいけません。以前 NBA のベストシューターの一人である JJ レディックがシクサーズにいた時、シモンズとエンビードのコンビは成功を収めていましたが、外からの脅威がなくなるとシクサーズは弱体化し、シモンズとエンビードはフロアスペーシング的にベストフィットではないと、どちらかをトレードするべきだと言われ続けてのこのオフシーズン、モーリーは頑なに彼らをトレードしようとはしませんでした。再びセスカリーというレディックレベルのシューターを取り、シモンズとエンビードをキープし、この課題を乗り切ろうとしていますが、ロケッツではマイクロボールという奇抜な策に欠けたほどの男です。勝負師である彼ですから、このトレードは本当にあると思います。それでは実際のトレードはどのような内容になるのでしょうか。ハーデンの対価としてロケッツが他チームに求める内容としては、当然若くチームのフランチャイズプレイヤーになり得る選手に加え、ルーキー契約中の才能ある若手選手たち、もしくは複数のドラフト指名権としています。オフェンス能力においてハーデンは NBA 歴代最高と言っても過言ではないほどの選手、ロケッツとしては何としてもこれくらいは欲しいですよね。ですが残念ながらハーデンの価値は今現在下がり続けています。後にも話すので聞いてほしいのですが、これは意図的にハーデンが仕向けていることなのかもしれません。ヒューストンロケッツのトレーニングキャンプが始まっているのにもかかわらず、ハーデンはキャンプに参加しないどころかラスベガスやアトランタでパーティーに明け暮れ、そのような態度はもちろん現在このコロナが蔓延する状況でそのような行為に走れば、チームに戻ってきてもしばらくは自粛期間を設けられる可能性が大きくなってきます。さらにこれほどまでのメッセージを送ってしまえば、他のチームから見てもヒューストンがハーデンを出さなくてはいけない状況に追い込まれていることは明らかで、足元を見られてハーデンのトレード価値は下がっています。そのような態度を批判されたハーデンですが、彼の代理人も務めたことのあるハーデンの母は SNS 上で、ハーデンはビジネスマンなんだ、息子は自身のキャリアでベストな決断をしていると反論。お分かりでしょうか。おそらくハーデンは意図的に自身の価値を下げているのではないでしょうか。そうすることで彼はより強い戦力の新チームに加入することができるからです。彼の本来の価値では新しく行くであろうシクサーズや他のチームはハーデンのために多くを手放さなくてはいけません。より良いチーム状況で新スタートを切れるということは、歴代最高額でのマックス契約を蹴るほどお金よりも勝利を優先しているハーデンにとっては理想的な状況なのかもしれません。彼の母が言う通り、ハーデンは一流のビジネスマン、絶対に口にはしないけど、これをハーデンが意図的にやっているとすれば相当賢いですよね。まあもちろんね、ロケッツファンにとっては迷惑極まりない行為ですが、話を戻しましょう。いずれにせよシクサーズはエンビードもしくはシモンズのどちらかを出すことにはなるでしょう。
ポテンシャルは完全にシモンズですが、現在の能力で言えばエンビードはシモンズよりも上の NBA 屈指のオールスターセンター。いくら NBA が3ポイント主体のスモールボールに移ったとはいえ、優秀なポイントガードとビッグマンのデュオは成功を収めてきており、今シーズン優勝を収めたロサンゼルスレイカーズにはレブロン・ジェームス、アンソニー・デイビスという強力なデュオがいました。アンソニー・デイビスのようにエンビードは幅広いスキルを持っており、ハーデンとエンビードのデュオは脅威でしかありません。一方、センターのエンビードを出してハーデン、シモンズのデュオを組ませるとすれば、ハーデンが来たため、かつてのドレイモンド・グリーンのようにシモンズをセンターに置いたスモールボールラインナップをという贅沢な案も考えられますが、シューティングだけが唯一の課題と言えるほど、その他ゲームメイクにもディフェンスにも優れたシモンズをそのように使うのは少しもったいなく、それはシクサーズが今まで渋ってきた部分でもありました。現在のロスターの鍵を握るシューターを維持できれば、常に平均アシストにおいて NBA でトップ10にランクインするほどの恐ろしいゲームメイク力を持った2人の周りにシューターを揃えた、これまた驚異的なチームに生まれ変わると思います。エンビードがもしロケッツに行った場合ですが、所感としてはロケッツはオフにクリスチャン・ウッドという若く非常に才能のあるビッグマンを取ったので、かぶっちゃうのもったいないなぁと正直思います。ウッドは昨シーズンはピストンズでプレーしていたため話題になることが少なかったのですが、スタメンとしてプレーする機会を得ると平均22得点 10.2 リバウンドを記録し、スリーポイントも非常に得意とする現代型ビッグマンとして輝き始め、 G リーグを転々とした苦労人の彼ですが、ようやく NBA での数年契約を勝ち取ることとなりました。エンビードのようなスーパースタープレイヤーではありませんが、ベンチにしておくにはもったいなすぎる選手。シモンズがもしロケッツに行った場合も、外を現状得意とはしていないジョン・ウォールとの組み合わせは理想的ではなく、以前ウォリアーズがディアンジェロ・ラッセルを獲得してミネソタ・ティンバーウルブズにトレードした時のように、引き取ったシモンズをいずれトレードの駒に使う可能性もあるかもしれません。マイクロボールでの失敗からロケッツはここまで完全解体へと進んでしまいましたが、これほど絶望的な状況に陥りながらも、ロケッツにはウォールやウッド、ハーデンのトレードでやってくる才能ある若手選手やドラフト指名権など、チームを再び競合に返り咲かせるためのピースを獲得することとなります。それでもファンにとってはロケッツで8年間を過ごしたハーデンのようなプレイヤーを失うのは辛いことだと思います。同じ対価を求めることもほぼ不可能なことに加え、8年前にサンダーからやってきてチームを根底から覆したハーデンとはたくさんの思い出があると思うので、間違いなく替えが利かない選手なんだろうなと思います。ですがどんなチームもそのような替えの利かない選手との別れを今まで経験してきました。これだけ1年間でいろいろな経験をしたんだから、ロケッツきっといいことあると思います。あってほしいですよね。皆さんはこのハーデンのトレード要求についてどう思いましたか？僕は同じテキサス州のマブスを応援してるんでね、同地区のロケッツが弱くなるのは嬉しいはずなんだけど、ちょっと急すぎて嬉しくないね。ずっと勝てなくて追いかけてたライバルを一人急に失っちゃうみたいな感じですね。ぜひ皆さんの意見をコメント欄で教えてください。そして良ければこの動画に高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。